世界のスマホから。はい、こちらは世界の窓の方ではなく携帯のちっちゃい窓の方です。いわゆるですね、普通オタのコーナーでございます、はい、アニメの感想、パーソナリティへの質問、メッセージを紹介していきたいと思いますよ、はい、じゃあまず私から紹介していきましょうかね、はい、お願いします。ふうなさんからいただきました。ありがとうございます。杉山さん、小西さん、グッドイブニング、グッドイブニング。思えば浪川さんと杉山さんがパーソナリティを務めた、東京アニメフェスティバルでのヘタリラ1回目と2回目の公開録音が私にとって初めてのイベントでした。あれから6年。そんな経つの、すごいね。中学生だった私も今では大学生です。時代を感じる瞬間だね。うわー、もう本当そういう悩みで年取ったと思うわ。長くやってるとね、うん、そういうなんか中学校の頃、小学校の頃見てましたって方が、うん、もう自分のお金で買えるようになりましたみたいなね、そうそうそう、あのメッセージいただけると嬉しいと同時に、そういう複雑な思いがよぎります、はい、心境もね、いつまでアメリカできるんだみたいなのありますけど、はい、ひつおたのコーナーの名前も世界のパソコンから、あ、世界のパソコンだったんだ、うん、世界のスマホに変わり、時の流れをひしひしと感じております。確かに6年前っていうとスマホね、あの、あったとは思うんですけど、ほとんどまだ皆さん使うような状態じゃなかったと思うので。そうか、ここあれ、スマホって何年ぐらい、ここ何年ぐらい、多分5年とかそのぐらいだ。ちょうど普及し始めた頃かな、じゃあ6年前って。う、ね、もうだから本当に流行り物が好きな人がちょっと使ってたぐらいの時代だと思いますね。なんかあの本当に SNS とかで、あの、遊び始めたってここ 2,3 年ぐらいでしょ。そうですね、3年とか 4,、まあ、4年いかないぐらいじゃないかな。時代感じる。そら俺も白髪を染めるわ。白髪を染めるわ。そういうこともありました。さあ、というわけで、この6年間で、お二人とも何か変わったことはありましたか。白髪を染めたことです。さあ、次行きましょうか。はい、これが残るのか。 CG で、 カットしてもらおう。はい、次行きましょうかね。はい、ラジオネーム、いつかイギリス、はい、アメリカに行ってやるゆきちゃんさんから。はい、ありがとうございます。なんと15歳です。はい、はい、小西さん、杉山さん、ハロー、ハロー、ハロー。あ、ちょっとアメリカ、アメリカっぽい感じでね、はい、私は今年に入って初めてヘタリアを好きになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヘタリアのおかげで大嫌いだった世界史のテストが10点台から80点台になりました。すげえ、すごいですね。最後に質問なのですが、はい、猫タリアを演じるときに気をつけていることや演技を変えているところなどはありますか。あったね。ありましたね。ありましたね、はい、なんかありますか、演技とかお芝居とか。いや、なんか変えようかなと。あの、餅もありましたけど。ありましたね、その前の木だとね、はい、うん、なんかでも皆さん やってて、はい、見ててあんまりなんかこう普通猫とかね、キャラクターの場合可愛くするじゃないですか。はいはいはい、はい、そういうのをしすぎないって感じが皆さんのからすごい伝わってきてたんで。みんなまんまやってましたね。そうなんですよ。だから、うん、ある程度こうまんまの方がいいのかな。あまりこう猫キャラって寄せないで。そうですね、大体あの、はい、他のキャストの方もそうだと思うんですけど、今杉山君が言ったみたいに、はい、あの、猫だからとか餅だからとか、人だろうが何だろうが、まあ、イギリスはイギリスのまま、アメリカはアメリカのままっていうような形で、あの、演じていたと思いますよ。はい、はい、だから特に、変えたところはございません。はい、はい、それでは次にご紹介していただきます。すごい、15歳の次は13歳です。猫歌少女さんからいただきました。ありがとうございます。小西さん、杉山さん、多分時間的にはガラバインだと思います。グッドイブニングで。今回はヘタリラの公開収録、はい、パーソナリティが小西さんと杉山さんということで嬉しくなり、はい、早速お便り書かせていただきました。ありがとうございます。私は現在母親説得中なのと、25日が定期試験返却直後のため行けるかどうか分かりませんが、行けることを必死に願いつつ送らせていただきました。質問なのですが、お二人はキャラソンを歌う時に何か気をつけていることはありますかと。なるほど。どんな感じでいつもキャラソン撮ってるんですか。キャラソン、ヘタリアの場合だと、ヘタリアの場合だと、はい、イギリス大体テイストが2つぐらいに分かれる、まあ2つかな、まあ、大きく分けると、はい、その、まあ、ちょっとノリのいい曲と、うん、あと、まあ、ゆったりした曲、はい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 、でそのノリのいい曲の方にたまにちょっとおかしなテイストが混じってくる。おかしなテイストっていうのはどういうやつなんですか。まあ、例えばあははははとかそういう感じだとか。ちょっとやばい、ちょっとやばい、そうですね、妖精と話しちゃってるのかなみたいな。あー、あっち系ね。なるほどなるほど、はい、
はい、キャッキャウフフの方ね。一人一人キャッキャウフフの方だったのかなって、2.5 種類ぐらいの、ジャンルがある。2.5 種類ね。イギリスに関してはもうそんな感じがあるんですけども、はい、なのでだからまあそのブリティッシュロックじゃないですけど、うん、ノリがいい曲の時はかっこいいよ、ね、本当に、ね、ノリよく、そして、はいはい、ほんわかしてる時はそのなんかイギリスのイメージの優雅さを出すようにして、突き抜けるおかしなところはおかしな風にやってしまおう、うん、例えばねちょっと、ね、あのエールを飲んで酔っ払ってるところだとか妖精が見えちゃってキャッキャウフフしてるところだとかそういうところはあえてエールを飲んで酔っ払ってるとこなんかあるの歌の中でまあちょっとパブって豪的な雰囲気のところがあったりしますね。あれおかしいですよ、最初に歌った時は普通にまあ仮歌っていう真っ黒の方が歌ってくださる曲も普通にあの歌としてハハハハって歌ってたので撮ってたんですけども、途中からディレクターさんが面白くなってきたのか、ちょっとセリフっぽくしてみましょうかって言われて、セリフっぽく、とりあえずやってみますって言って撮ったのがあんな感じだったんですね。なるほど、面白いんでいただきますって言われて、はい、あんな仕上がりになりました。なるほどね、あ、そうなんだ。小西さんどうですか。僕は、はい、まあカナダの、歌に関しては本当に聞こえすぎないように聞こえすぎない言葉が聞こえすぎないようにっていうのを気をつけて歌いまして、はい、アメリカの場合って今すごくセリフだったりとかなんかあの好き勝手やってるのってあれ僕のせいなんですよ。でもそうなんですか。実は僕のせいで、はい、一番最初にキャラソンを撮った時って普通に撮ったんですよ、はい、結構正統派な歌い方というか正統派っていうか本当に、普通に撮っちゃうとキャラっぽさがゼロになっちゃって ありますよねそういうこと。これってでもキャラクターに聞こえないからどうしましょうかって相談してちょっと好きにやらせてもらえます、っていうのでやったらスタッフさんが、はい、あ、じゃあそれでいきましょうかって言ってくれてなんかああいう形になったんですけど、今全部があれになっちゃって逆に大変になっちゃって。結構そうですよね、ほんとハンバーガー食べてたりとか、はい、なんか飲み物飲みながら歌ってたりするからもうね僕の歌じゃないんですよね。なんかそうですね、フリーダムな感じで、うん、なんかちゃんとね一回歌いたいなと思うんですけど、逆にそろそろちゃんと歌いたい。そう、じゃあこの歌どうぞって言って上がってくる歌って、はい、全部もう最初からセリフになってるんですよ今もう。なるほど。最初はもう歌だったのを僕が崩してセリフにしてたんですけど、はい、今はもう全部セリフになっちゃってて逆にね難しくなってきました。なるほど、ハードルがガツンと上がっちゃってる。そうそうそう、なんか感想のセリフだったりとか、はい、頭にセリフつけたりとかっていうのをヘタリアンのそのアニメのスタッフさんだったりとか原作の方のスタッフさんとかと相談、その場で相談して最初セリフ入れてたんですよ、足して、はい、でこういうことを言いましょうかっていうのをやってたんですけど、だからそれもだから全部入れてくれるようになってすごく僕的には助かるんですけども、はい、逆にちょっとここ歌いたいなと思っててももうセリフになってるから歌うと字が合わない。ああそうか、なんとか言ったんだよみたいななっちゃう。もうそう、あ、自由なんだけど、はい、自由がなくなってきた。なるほど。あれでも結構その曲間の間にそのセリフをキャラっぽく入れるって、うん、俺のせいかも。結構難しいですもんねそう、ごめんね、俺のせいかもしれないいや、みんながどんどん無茶苦茶になっていってしまったら俺のせいかもしれない。いやいやいや、でもそのなんていうかこうアグレッシブにキャラっぽさを求める姿勢は素敵だと思いますよ、はい、なんかやっぱりその俺がヒーローだっていうようなああいうセリフに、はい、まあなんかこう体現されてるみたいじゃないですけども、はい、なんか彼の持ってるフリーダムさがなんかうまく出ればいいなと思ってやったらこんなことになっちゃいました。いやでも多分それ皆さんに伝わってるんじゃないかなと思うんで、だから多分最初聞いた時はびっくりしてたと思いますよ。こっちこんにゃこっちこんにゃこっちこんにゃこっちって歌ってたからえ、こいつ何やってんだっていうまあ普通ね、こう製品としての曲としてはありえないシーンだと思うんですけども、うん、そ, それがなんかこうアメリカがこうねカラオケに行って食べながら歌ってるみたいな、うん、あれカラオケに入ってるんですかね。いやそういうイメージというか歌って、例えばカラオケに入ってた場合ってどういう風に歌詞表示されるんですかね丸×三角とかああいう感じなのか、それとも元あるちゃんとした歌詞が表示されるのか。あーどうなんでしょう、なんかライナーとかにきちんとあれば、うん、うんうんうん、あとあれも面白いですよね。オープニングテーマを、はい、キャラクターごとに変えて歌詞変えたりとか、ね、曲調変えたりとか歌うの、そうですね、あれも楽しいですよね。そうですね、ワードが変わってたり、うん、ちょっとメロディーの雰囲気も変わってたりとかってね、はい、ああいうのいいですよね。さあというわけで、我々は苦労しているということです、はい
さあ、まだ行きますか？大丈夫ですか？じゃあ次行きましょうね。はい。はい、それでは次ご紹介したいと思います。はい、ラジオネームしおりさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。杉山さん、小西さん、こんにちは。こんにちは。私は杉山さんが大好きです。うん、ありがとうございます。あ、ごめん、俺が読む。ごめんごめん。これ杉山くんに読ましちゃいけないメールだった。杉山さん、こんにちは。本当に杉山さん、こんにちはしか書いてないんです。杉山さん、こんにちは。私は杉山さんが大大大好きです。そんな大大はついてない。あと、はい、イギリスも大好きです。はい、ありがとうございます。私は、はい、イギリス産のツンデレなところと、アメリカ産とかに対してお兄ちゃんのところを見せてくれるのが好きです。杉山さんのことも大大大好きです。ちょっとこう盛り始めてます。え、大好きですって書いてある。よ、でも、ね、大丈夫です。はい、杉山さんは、はい、イギリス産のどのようなところが好きですか？教えてください。はい、ですって。なるほど。どういうところが好きですか？そうですね。僕はイギリスの、うん、まあなんでしょう。まあ正直なところ。はい、だつまり、普通ね、見栄を張ったりとか、うん、気取ったりとかっていう面がね、誰しもちょっとずつあったりすると思うんですけど、はいはい、イギリスは結構、自分の感情にある程度正直だな。で、それはもちろん、恥ずかしいから隠したりはするんですけど、うん、それがなんか、微妙なバランスになってツンデレと表現されるような状態になってたりするんですけど、うん、別になんか、イギリスとしてはそういう状態を見せようとしてるわけじゃなくて、うん、ちょっとその素の感情を隠そうとしたら中途半端にそうなっちゃったなので不器用さんってことね。そうなんですよ、はい、不器用さんのところがちょっと可愛く見えちゃってるっていう。そうですね。あんなかっこいいのにね。でも旗から見ててすごい大変そうだなって思う。あれだけ全力でいろんな人に突っ込んでたら。そうだって収録の時に皆さんからこう皆さんいろんなキャラに対してノリツッコミだったりとか逆一人で妖精さん相手に笑ってたりとかして小野坂さんとかいや俺イギリスだけはやりたくないすっごい大変そうみたいなマジで言ってたってらしていやでもそう言われても仕方がないかもしれないですフランス楽そうだもんね。いやまあ小野坂さんはお兄さんはなんとかだからさイギリスって言ってさあんなマジカルストライキとかも楽そうじゃん。いやいやでもあのバランスはやっぱりなかなか難しいと思いますよ僕見てて俺もう同期でも小野さんがマザイにしか聞こえない時があるのでもそれはあの人のうまさだよね。マジカルストライキとかを見ててもこのなんかあざとくしすぎず変えなさすぎずっていうなんかバランスが絶妙だなと思って。でもマジカルストライキを映像で見た時の、はいあの毛の多さの衝撃ったらすねの毛がすごかった、ね、なかったよね。すごかったよね。胸毛腕毛すね毛すね。いやびっくりした、ね、いや面白い役やらせてもらえてるじゃんと思ったんだけどねそうですね。でもダメじゃんすよ。もっといろいろな動物もやりたいんですよ。小野坂正也はね。小野坂さんは本当やりたい。フランスが出てて横に馬とかいてもその馬を俺がやるって言い始めるからいやいやいやあんたフランスやってんだからこの馬はやっちゃダメだろみたいなこういうちょっとむちゃくちゃなねところいないところでこういう話題に出るぐらいすごいってことですね。すごいですね。そんなまとめ方ありますか？でもなんかその小野坂さんに、ねうん、のとのトークで、はい、一番盛り上げてるの小西さんですよ。僕は盛り上げてないですよ。すごいいい感じの合いの手というかトスを上げるのでより爆笑の渦になるというか現場が僕はもう現場が楽しくなればっていう、いやもうそのためには浪川君ちょっと犠牲になってくれって思うぐらいですそういうこともあったりしますけどね、うん、はい、はい、じゃあ次ご紹介。さあじゃあ、行きましょうかね、はい、牧草大使さんからいただきました。ありがとうございます。男性の方ですよ。はい、小西さん杉山さんガラヤマグッドイブニングでございます。イギリスといえば紳士の国というイメージですが、ヘタリアの現場で〇〇さんがこんな紳士的なことをしていた、あるいは逆にアメリカのようにこんなフリーダムなことをしていたというエピソードがあればぜひ教えてください。安本くんが新人声優さんにここでのことを真似しちゃダメだって注意していたのと、小野坂さんがフリーダムなことです。はいはいあとなんかあるかな。あとなんかありますかね。海田さんがいつも私
中国だった今の大丈夫中国だったってすごくいつも不安がってた大丈夫だよって言ってもそうですね、うん、ちゃんとあの中国ですよってあの なんかナレーションでいっぱい喋られてるんで時々ふっとあれナレーションっぽくなってなかったかなってちょっと心配されるみたいな大変だよねだから一番多分今回一番喋ってるのナレーションなんですよねそうなんですよねで普通のナレーションだけじゃなくてあのフローチャートみたいなあはいかいいえみたいな、はい、ああいうのもね、変な読み方してる、ね、ドイツが読んでたあのそうそうそう占いの本みたいなやつも、ね、あれも海田さんが読んでてわざとああいう風に占いの本っぽく占い師っぽく喋ってる ああいうのも結構あるからね今回 ねあれも別に台本上指示があったわけじゃないんですよテストの時にやってみてこんな感じどうでしょうって提案した時に、うん、面白いねってなって、はい、いや自由な現場ですよね、はいまあ、そんなところでしょうか、まだいきますかあラストラストどれ行こうかな、じゃあこれ行きましょうかね、オータムマウンテンさんがいただきましたありがとうございますありがとうございます、こんにちは杉山さん Good afternoon Oh no good evening Good evening No no good evening そうですねまあでもこれいつ聞いてるか分かんないから Good morning それもバージョンとして、はい、ちょっと入れといた方がね、はいヘタリラ公開収録開催おめでとうございますありがとうございますさてお二人はネットで少し前に話題になった英語にするとかっこいい都道府県名はご存知ですか？え、知らない？知ってる？あ、聞いたことない。いや、知ってます？なんとなく。あー、ちょっと浸透してない感じですね。じゃあ聞いててくださいね。はい、お二人の出身、和歌山県の場合だと、トータルソングマウンテン。こういう風に直すんだって。トータルソングマウンテン。東京都はイーストキャピタルです。で、トップ5はトップ5ってなんだろうかっこよさってことなのかなかっこよく感じるという5位、はい、愛知愛知なんだと思うラブノーはラブノー僕ラブノー出身です4位が千葉はいおさすがみんなすごいサウザンドリーフそれ必殺技ですよそれいやちょっと必殺技みたい、はい、サウザンドってついたらもう必殺技でしょ そんな雰囲気ありますね、 ねサウザンドリーフすごいですね、はい3位は青森もうブルーフォレストねああなんか電車みたいですねそうですね寝台特急ブルーフォレストまもなく青森駅に到着いたしますみたいなそんな感じするよねしますね、ちょっと乗りたいですね、うん第2位は静岡、うんサイレントヒルなんかねどっかで聞いたことがあるような映画ゲームかあったよねサイレントヒルって ね、はい、ね映画のあの怖いやつね、はい、1位は1位どこだと思いますか1位か神奈川ね神奈川ってなんだろうゴッドゴッドなんちゃらリバーあそうかグリーンリバーそれは違いますそれはゴッドグリーンリバー神の緑川あそれはちょっと青山方面にの選手がいらっしゃると思いますがこれ青山の方でした、はい1位がですね、はい、なんと新潟です新潟こちらですね、はい、エターナルフォースブリザードですうわーって感じですねそうエターナルフォースブリザードですってあーなるほどかっけえ普通にゲームやってて出てきそうそうですねいいな要は県名を直訳しただけなのですがくだらないなと思いながら映画にすると映画のタイトルみたいで本当にかっこいいなと思いましたいやこれは話題になって叱るべきですね、うん、面白いどれが一番気に入りましたか僕はエターナルフォースブリザードやっぱり1位ですねが好きなんですけど、はい、やっぱりブルーフォレストですねブルーフォレスト寝台特急ブルーフォレストが確かに、はい、いいなハマりますねいいですね、はい、北海道とかなんだろう北海道ノースシー、シーロード、ロード、あ、ノースシーロード、なんだろう、ノースシー、寿司ノーみたいな、寿司ローみたいなちょっとダジャレ方面に、うん、はい、さあというわけでね、はい、はい、皆さんたくさんのねお便りありがとうございました、はい、ということで以上世界のスマホからのコーナーでした。ではここでアメリカの生ジングル。ヘタリラ・ザ・ワールド・ティンクルつまり俺がヒーローさ